勝田の利彦とは愛知県出身のラリードライバー。父は初代全日本ラリー選手権王者で元 WRC ドライバーの勝田テルを、息子はラリードライバーの勝田木本。勝田のドライブしたスバル WRXSTIWRC ドライバーであった父が1970年にモータースポーツショップダックを開いたこともあり、幼い頃から モータースポーツに接した。16歳の時はバイクの免許を両親に内緒でこっそりと取得し、バイク購入時に両親に見つかったたものの、両親に怒られることはなかった。高校時代はバイクのローン返済のためのアルバイトに明け暮れた。20歳を過ぎてもバイクに夢中で就職して以降もバイクで会社に通った。しかしトヨタの AE86 が生産終了と聞き、 親の勧めでバイクを売って、これを購入した。峠を攻めるなど、86を愛しつつも、三菱、ギャラン VR-4 に乗った後は、ダートで速く走れる4輪駆動車が欲しくなり、三菱、ミラージュサイボーグを購入した。こうして、ラリーにのめり込み出し、1993年には、全日本ラリー選手権にデビュー。その後2007から2008,2010から2013、 2016から2017年の8度に、渡って全日本チャンピオンとなる。ターマックでは、無類の速さを誇り、ツールド、九州12連覇という金字塔を打ち立てている。父から、ダックの経営も引き継いでおり、R3 規定のトヨタ GT86CSR3 の販売などを行っている。2018年公開のラリー映画オーバードライブでは、スタントマンとして、 ヤリス SCRS のドライブを務めた。2020年には、ラリー活動の合間を縫って、スーパー耐久に参戦する、ルーキーレーシングのグレーン、ヤリスのドライバーも務めた。1995年から2020年まで25年もの、間すばる一筋であったが、2021年からは、トヨタ画像レーシングへ移籍し、自らも開発に携わった、グレーンヤリスをドライブする。 タイヤ歪積後もダンロップを使用する。勝田の誘いでラリーの世界に足を踏み入れた豊田昭夫豊田自動車社長からはハンさんと呼んで慕われており、7月のラリーカムイでグレーン、ヤリスの JRC 初勝利を飾った時は祝辞をもらっている。ありがとうございます。